どうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日こりすです。ごめんなさい。あまりにもね、激レアすぎるおまけが今目の前にあるので、ちょっと思わず自己紹介中に笑っちゃったんですけども、こちら、私のチャンネル見てくれてる人はね、もう言わずもがなでしょ。ああれね、と。そうです。こちら、パイプおじさんでございます。このね、パイプにですね、 人の顔がくっついてる。で、この顔ですよ。屈強な顔して、ギラギラした目を見開いて、何かを訴えかけているようなね、眼差しでこちらを見つめてきているこの、パイプおじさん、本当にね、出回んないんですよ。ですけど、ようやくですよ。皆さん、2種類目の、パイプおじさん、入手いたしました。 これマジでやばい。本当にやばい。言いきますよ。はい。うわなにこれいや、やばいでしょ。普通に。超激レアよ。昔の冬ラムネのおまけ。今もうこういうのやってほしいけどね。 なんかあの、フェラムネロボとか、インザ何とかユーチャーとかってやってますけど、こういうのをなんかキャンペーンのおまけにしてほしいんですけど、例えばなんか冷蔵庫におじさんの顔、おばさんの顔がついてるとか、そういうのでもいいんですけど、そういうのをキャンペーンにしてほしいです。うわーやばいこれ神々しいもんねなんか。ほんとに。まあもちろんですよ。私がこの超激レアと言ってる、このおまけ。 当然ながら何十年も前にもう廃盤している笛ラムネのおまけになります。でですね、こちらはですね、香港のおまけなんですよ。ここにですね、あの、ほーって書いてあるんですけど、まあ、このスペルが抜けてますけどね、まあ、香港のおまけです。でね、あの、現在、笛ラムネのおまけで香港製のおまけっていうのは作られていませんので、かなり珍しいんですよ。 で、一概に、香港製のおまけが価値が全てあるかっていうと、そういうわけではないんですけど、パイプおじさんはね、超レア。で、なんか、あの、よくパイプおじさんで見る色って、この、こういう黄色だとか、青色だとか、オレンジ色っていうのは結構見るんですよ。私。だけど、白色のパイプおじさんっていうのはね、初めて見たので、なんかレア感があるんですよね。 前にこちらの動画で紹介したあのアミューズメント専用のおまけのシールがあるって言ったじゃないですか。でまあそれがこんな感じで豆動物だとか指輪とかいろいろあるんですけどもちょっとこれ私がねふざけて作ったやつなんですけどもこんな感じでパイプおじさんのシールを作ってみました。レアード星4ということでこんな感じで笛ラムネの昔の配分したおまけのシールがあったら めちゃめちゃ面白いんじゃないかなって思ってるんですよ。おまけのシールってこういうことじゃない昔のレアなおまけとかのシールがあった方が面白いじゃん。で、こうやって、今ね、これ全部当たる笛ラムネのおまけですけど、やっぱりね、私はね、こう昔の笛ラムネのおまけにとても魅力を感じてるので、今のおまけっていうよりね。だから、昔の笛ラムネのおまけバージョンのね、やつを、またこんな感じでアミューズメントで出してほしいんですけど、残念ながら、コリスの本社にはですね、 こうしたレアなね、パイプおじさんだとか、いう笛ラムネのおまけのサンプルが一個もないんで、私が作るしかないっていうね、感じなんですけども、今回はですね、なんと、こう、2種類目の激レアなパイプおじさんを入手してしまったという動画でございました。イボがチャームポイントです、こちらのパイプおじさん。はい、最高ですね。嬉しいです。ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。